スターエイトオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ピック探しの案内人、マスターエイトジャパンギターピックスの吉田です。第3回目はですね、フラッグシップモデルのインフィニックスの派生系モデルの最新モデル、インフィニックス U のご紹介をできたらと思っております。前回ご紹介したインフィニックスハードポリッシュが、マイルドでファットな方向性を、ご提示している製品というところにですね、逆の特性を持っているインフィニックス U という製品です。インフィニックス U の特徴はですね、インフィニックスの特徴を保ちつつ音の立ち上がりに特化したモデルと、言えます。こちらはですね、研磨の作業は行っていませんので、今後インフィニックス U ハードポリッシュみたいなことも、製造上可能なので、そういったことも面白いのかなと思っています。研磨に関しては前回動画でいろいろお話をしてますので、ぜひちょっとそちらの方見ていただけたらと思います。またですね、もう一つ大きな特徴は、形状と厚さです。これはインフィニックスをリリース後にですね、多くの声をユーザーの皆さんからいただきまして、形状は先端を若干丸くしまして、ニュートラルな形状に変更しています。インフィニックスは非常にこう先が尖った形状をしているんですけれども、インフィニックス U に関しては先端が少し丸みを帯びています。この形状は、よりバッキングに有利になりまして、アコースティックギターやベースのプレイにも、フィットする形状かなと考えて、このような形にしております。そしてですね、厚さの部分です。今までは 0.6、0.8、1.0、ジャズは 0.88、1.0、1.2 のこう形でのリリースでしたが、今回のインフィニックス U から 0.73、0.88、1.0、トライアングルとティアドロップですね、という、コンマの刻みをですね、細かくしまして、より精密に厚さを調整してリリースをしています。ジャズに関してはインフィニックスと同じ厚みでリリースをしています。このモデルはインフィニックスをベースに、ギタリスト、ベーシストの方にはおなじみの、人気素材ですね、ウルテムを配合した、マスター8では初めてとなる、ハイブリッド素材です。インフィニックスとウルテムを混ぜました。混ざるのかなと思ったんですが、混ざりました。綺麗に素材同士の食いつきみたいなのがあるんですが、非常にこうウルテムとインフィニックス相性がよく、しっかりと食いついて、素晴らしいちょっと材質に、変化をしています。まずはですね、ウルテムってなんだと初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますので、ご説明します。ウルテムというのは金属の代替素材として開発された樹脂素材で、耐熱性や、強度と剛性、あと耐薬品性、非常にこう優れた素材で、航空宇宙技術などにも用いられる非常に、信頼度の高い樹脂素材です。ギターピックとしても非常に優秀で、世界的に見ても、定番素材と言っていいかなと思います。メガネのフレームとかにもよく使われていたりしますね。そこにインフィニックスの特徴である形状記憶、耐摩耗を合致させたことにより、よりピッキングノイズは少なく、かつ音の立ち上がりは速いっていうところを実現したのがこのインフィニックス U になります。はい、では、少しですね、インフィニックスと、インフィニックス U ちょっと引き比べをしてみたいと思います。じゃあインフィニックス 1.0mm とインフィニックス U の 1.0mm です。ちょっと今回も分かるかな、アコースティックギターでやってみようと思います。じゃあまずインフィニックスからいきます。じゃあ続きまして、インフィニックス U です。今回はですね、ちょっと分かりやすかったかなと思います。インフィニックス U の方が、少しこう音がブライトな立ち上がりの良い音になっていたかなと思います。こちらはいろんなプレイスタイルに合わせて、選んでいただけたらと思います。ピック選びで参考になる部分としては、材質の部分っていうところが大きいかなと思います。インフィニックスもインフィニックス U も、研磨をしていない、そのままの状態で販売をしています。まず同じ処理でも材質の配合が変わるだけで音の立ち上がりが変わるっていうところが如実にわかるかなと思います。アンプやエフェクターの EQ では対応しきれない、ニュアンスの部分ですね、そもそも出てる音っていうところの部分を、的確に調整することが可能になってくるかなと思います。引き続き、皆様にとってベストなピック選びができたらと思っています。ぜひよかったなと思った方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。